死とは、車両などの移動装置の通行に巻き込まれ、車輪などの下敷きになって死亡することである。これらの状況における死因は、装置表面に衝突したことによる打撲、重量物が上を通過したことによる圧搾が多い。上を通過した装置の接触面が細かった場合などは切断になることもある。押しつぶされるために損傷が激しく、引かれた者の肉片や脂肪、血液などは広範囲に飛び散る。状況によっては、死体の回収や身元の特定が著しく困難になる場合もある。皆さんは、歴史体だって見たことがありますか？フィクションとかでは見ますよね。グロテスクな感じを演出するためか非常に凄惨に書かれたり、はたまた想像だけで適当に描写されることもあります。実際に交通事故でご家族や友人を亡くされている方のことを考えると、胸が痛みますが、そういう描写は実際にあります。なんで、こんな話をしたかというと、私は見たことがあるからです。本当に歴史体だったかはわかりませんが、おそらくそうだと思うものを見たことがあります。2週間ぐらい前、私は会社で仕事を終え、いつものように車で家に帰ろうとしていました。時刻はすでに深夜、私は車を飛ばして急いでいました。しばらく走っていると、前方に赤っぽいものが見えて、私は慌ててハンドルを切りました。私はなんとか無事でした。何があったの？と、路肩に車を移動して、道路上をスマホのライトで照らしてみたんです。そこには人の死体が散乱してました。やけにバラバラでした。ただ、フィクションのように人の形をとどめていないほどのバラバラ状態ではありませんでした。最初は動物かな、と思ったんです。ただ、近くで見てみると、それは左足首でした。それを認識した途端、変な匂いを感じましたし、内臓がぐっとなってその場で吐きそうになってしまいました。ただ、もしかしたら、生きている人がいるかもしれないと少し歩くと、頭部が転がっていました。引きちぎれていて、ところどころ大根おろしのように削れていました。頭からは赤黒い泡が漏れていました。うつ伏せでした。そのまま、そこから少し先には服が破けた胴体のようなものが見えました。そっちは仰向けでした。油か何か、黄色っぽい塊も見えました。その時の私は、今でも自分で意味がわからないんですが、顔を見たくて仕方がありませんでした。だから、そっと。骨が見えていて、虫が湧いていて、ベタついていて、柔らかいけど重い頭部を持ち上げました。自分の顔を近づけて、目と目を合わせました。すると、若い女性なんだとわかりました。頭部は私を見ると、静かに口角を上げました。それを見た瞬間、私はそのまま一目散に車に乗り込み、その場を後にしました。家に帰ったら、自分の体や車、持ち物を徹底的に徹夜で洗いました。何か、すごく汚れてしまった気がして。あと、本当に良くないんですけど、警察には連絡しませんでした。多分、朝になれば自分以外の誰かが警察に通報しているはずですから。何か、自分の知らないところに監視カメラがあって、家や会社に警察が来るかもしれないという恐怖はありましたけど、実際に引き殺したわけではないですから。翌朝、あの道を通ろうとしたら、通行止めになっていました。警察の人が体制来ていたので、あの死体が見つかったんだなぁと思いました。私は、その現場には近づかないことにしました。ふたどと。しかし、そんな気持ちとは裏腹に良くないことは起こりました。仕事が終わり、いつもの通り深夜の帰路、あの道は避けて遠回りをしていました。昨日、あんなことがあったのですから、運転もより意識して安全運転をしていました。緩いカーブ。減速しながら、曲がりました。そして、カーブを抜けて長い直線。時速 40km まで落ちたスピードを、アクセルを踏んで加速していきます。その時でした。右側の歩道から、いきなり若い女性が自分の車の前に飛び出してきたのです。うっと思って、急ブレーキを踏みました。ヘッドライトの明かりの先、昨日転がっていたのと同じ顔のように見えました。ハンドルが言うことを聞かない。ガクッガクッと上下するような衝撃で首に痛みが走り、同時にグニャン、とした嫌な感触。伝わってくる柔らかさとともに、ベチチチチと潰れるような音。エンジン音。そして、驚いた顔、変な方向にねじれていく腕、脱げる靴、道に散らかる泡と赤黒いものといった強烈な視覚情報。うわぁ。引いてしまったと思い、頭が真っ白になりました。それでも、頭の片隅では、警察、保険会社、両親の順番で電話しようという冷静で卑しい自分もいました。一瞬の思考の後、私は車を降りて状況を確認しました。何もない。車には汚れも傷も何もない。この前見たような凄惨な死体もなければ、道路には血のシミも、得体の知れない油も垂れていない。30部はどこか遠くに飛ばしてしまったのかもしれないと、探し回りました。でも、何もない。本当に、何もありませんでした。幻覚。だったのか。昨日、あんなものを見てしまったから、疲れていたのかもしれない。そう思って車に戻ると、助手席の方から声がしました。私を。なんか、聞こえた瞬間、私は耳を閉じました。聞きたくなかったんです。縛られる気がして。私は自由で、何も悪くないので、巻き込まれたくないので。次の日、
車のラジオから流れてくるニュースで、あの道が報道されていました。ドキドキしながら聞いていましたが、見つかっていない部位も多いらしくて、身元の特定はできてないようでした。よかった。安心しました。なんとなく安堵した気持ちで、その日の仕事を終えました。仕事が終わり、いつもの通り深夜の帰路、前回と同じルートを選んでいました。今回は大丈夫なはず。あの時は疲れていたから、良くないものを見たんだ。そう言い聞かせながら、緩いカーブ、減速しながら、曲がりました。そして、カーブを抜けて長い直線、時速 40km まで落ちたスピードを、アクセルを踏んで加速していきます。また、でした。右側の歩道から、いきなり若い女性が自分の車の前に飛び出してきました。前回よりは、早めに急ブレーキを踏めたと思います。ヘッドライトの明かりの先、二度見たので間違いありませんでした。転がっていたのと同じ顔でした。ありえない。ブワーという警告音。ふわふわして夢に出てきそうな柔らかい感触。今度は濡れるように潰れる音とともに、小さく骨が砕け折れる音も聞こえました。ぶつかり方が違うのか、背中がベキベキと折れる様子が目に焼き付きました。ミラーを見ると、車の後方に転がり置き去りにされた中身も一瞬ですが見えました。私は絶望という気持ちと、また幻覚ではないかという淡い期待を一緒に抱いていました。一瞬の思考の後、私は車を降りて状況を確認しました。何もない。車には汚れも傷も何もない。背中が折れた死体も、まろび出た中身もない。動悸がして仕方がありませんでした。心臓の音がうるさい。顔も真っ赤になっていました。やっぱり幻覚なのだろうか。心当たりがないわけではないけれど、そう思って車に戻ると、助手席の方から声がしました。私を。耳障りだったので、耳を閉じました。勝手にやってれば？私は悪くないんだから。そして、次の日も、また次の日も、何度も何度も、私は仕事帰りにその女性を引き殺し続けました。毎日のように現れるので、いつしか私は車を降りて確認することすらしなくなっていました。自分の感覚がゆっくりと麻痺して、変容してきている自覚はありました。求めているものが変容してきている。車で人を殺すという感覚がはっきりと思い出せる。このままでは、いつか大変なことになる。そう考えながら、私はいつもの帰路についていました。私は、おかしくなってしまったんだろうか。一体、なぜこんなことになってしまったのか。運転するときは必ず近くに置いていた交通安全のお守りを、その日は家に置いてきていたのもあって、私の不安は高まっていました。緩いカーブ、減速しながら、曲がりました。すると、右側の歩道から、いきなり帽子をかぶった男が運転する無灯火の自転車が急に横断してきました。いつものように、アクセルを踏みかけた瞬間、ヘッドライトの明かりの先の光景を理解しました。急ブレーキを踏み、ハンドルを左に目いっぱい切りました。自分の車は歩道の縁石にガガガッとぶつかった後、歩道に乗り上げました。自転車も全力で方向転換したらしく、スレスレでぶつかることはありませんでした。自転車は私に目をくれることもなく、どこかに走り去っていきました。危なかった。助かった。引き殺すところだった。いつも通り、気にせずアクセルを踏んでいたら、あの男の人を、生唾を飲み込みながら、自分の想像の恐ろしさに震えました。自分が恐ろしい。私は、その足であの日の現場に向かいました。やっぱり、どうしようかと思って、あの日、私は落ちてた死体を引いてしまった。でも、きっと私が引く前に死んでたはず。私がとどめを刺したわけではないはず。私が何か行動を起こせば、なんとかできるんだろうか。でも、それを処理するのが根本的な解決になる気もしなかったので、捨てるのはやめました。その日はホームセンターで、いつもより多めに防腐剤を買って帰りました。そして今日、自転車を引き殺しかけて以来、車を運転していなかった私ですが、今日は車運転を再開しようと思います。やっと、完璧にお守りが完成したので、これで、間違えて生きている人を引き殺すこともありません。安心です。あの日以来、私の頭はおかしくなってしまったんだと思います。求めているものが変容してしまったんです。自分のしたことから逃げ続けて、あの毎回飛び出してくる女性を引き殺して、引き殺して、引き殺していくうちに、誰か、人を見るたびに、この人を引き殺してみたら、どんな顔をするんだろうな。どんな声を出すんだろうな。どこがちぎれるのかな。と考え始めた自分がいたんです。通学中の小学生、柔らかそうだなって。妊婦さん、こぼすかなって。疲れた顔のサラリーマン、楽にしてあげれるかなって。会社の上司、どこまで飛ぶかなって。お母さん、私のためなら死んでくれるかなって。やばいんですよ。明らかに、引いちゃダメだって。そんなことくらい、わかります。わかりますよ。自分が何より、恐ろしい。夜、自分の欲望が恐ろしくて寒くて、歯がガチガチ震えてしまって眠れなくなりました。地獄に落ちて、苦しむ悪夢を見たこともあります。戦慄を感じて足に力が入らなくなったり、窒息するような恐怖を自分に感じたこともあります。
自分の顔が痩せこけて、おかしくなっているのも自覚しました。でも引きたい。飛び散らせたい。このままでは、いつか人を殺す。だから、お守りを作ったんです。これさえあれば、きっと仕事帰りに、私の車の前に飛び出してくれる。生きている人を引かずに済みます。本当は足首とかも欲しかったんですが、頭があればおそらく大丈夫でしょう。ちゃんと防腐処理をしたので、しばらくは保存できるはずです。あはは、今日も楽しそうに笑ってる。緩いカーブ。減速しながら、曲がりました。そして、カーブを抜けて長い直線。時速 40km まで落ちたスピードを、アクセルを踏んで加速していきます。ほら、来ました。右側の歩道から、若い女性が自分の車の前に飛び出してきました。私はアクセルをベタ踏みします。ヘッドライトの明かりの先、よく見知った顔の女性と目が合いました。あはは。バギーンとした金属音。ぐにゅっとした感触と、人体が引っかかって前に進みづらい突っ張るような感覚。今日は当たり所が良かったみたいで、バーンと頭が引きちぎれて、ボンネットを滑ってきました。胴体や四肢が車の床下を通り抜けるの感覚に、頭から冷水をかけられたような心地よさを感じました。びっしゃりと血のかかったフロントガラスの向こうにある生首は、ところどころ大根おろしのように削れていました。頭からは赤黒い泡が漏れていました。骨が見えていて、虫が湧いていて、ベタついていて、柔らかそう。助手席の頭部と、フロントガラスに引っかかっている頭部。二人とも口角を上げて、揃ってこう言いました。私を殺せて楽しい？私は元気よく、返事をしました。こんにちは。ラジオ、今日のニュースをお伝えします。日未明、県、市内国道、郷にて、20歳から30歳までと推定される身元不明の女性の遺体を歩行者が発見しました。遺体は損傷が激しく、発見時すでに頭部と両手足のない胴体だけの状態でした。この事故処理の影響で、現場を含む国道、郷が一時全面通行止めとなりました。県警の調べでは、遺体は少なくとも十数台の車に轢かれていたとみられ、死因が事故か自殺であるかは調査中としています。警察では目撃証言などから、この女性を跳ねた車両を特定する方針であるとのことです。また、現場の痕跡から、発見されていない頭部両手足を複数の人物が持ち去った可能性があるとしており、そちらも合わせて捜査を行っているとのことです。続いて、次のニュースです。今、休暇で日本にいるのだが、ものすごく暑くてどうにもならん。こっちでは暑い時は怖い話をして涼を取るっていう文化がある。少しは涼しくなるかと昔の話を思い出していたらちょうどいいネタがあったので聞いてほしい。鎌倉、千年前に侍の時代が始まった地があるんだが、この土地はゴーストやレース、そういう類の話がちらほら残ってる。私はこの土地出身で日本にいた頃は友人や知人たちとたびたびそういうスポットに出かけては面白いことが起きないかとゴースト半島を楽しんでいた。そういう若い頃の話だ。ジャパニーズホラー、テレビから出てきたり、井戸から這い出てきたりするの？もしくは RPG みたいに落ち武者みたいなやつが出てきたり？そういう話も聞かないでもないが、私は見たことがない。私が鎌倉で遭遇したのはもう少し奇妙な現象だよ。鎌倉にはいくつもの墓地があるのだがその一つに有名なスポットがあるんだ。いわく白い服の女性が出てみたやつは不幸な事故に遭う。ウィル・オイスプが墓地からさまよい出てくる。その場にいない誰かから話しかける。そういった他愛のないものだが、実際に体験したってやつが多いので他の心霊スポットを巡るついでに行ったのさ。そもそも、鎌倉は観光地で目に見えて現れるあれこれというよりは観光に来た奴らが面白がって侍のゴーストが出るって騒ぐ場所も多いです。実際にゴーストを見たっていう場所は限られています。しかし期待はしませんが面白いことが起きたのであれは起きたか教えてくれると嬉しいです。実際にあれこれ遭遇したいのであれば隣の町のとある踏切の方が遭遇率が高いってよく聞きます。なるほど、オリエンタルな日本の観光地なんだな。そういう何かがいそうな雰囲気の町っていうのは理解した。ところでどちらかというと鎌倉の観光地としての魅力の方が気にならない？タワー餅とかいう食べ物が存在するらしいのだけど、何かこうオリエンタルなタワーが宿りそうな雰囲気がある。タワー餅正確には力餅と書いて力餅と読む。現地で土産物として有名になってるジャパニーズスイーツだな。おそらく想像しているそっちの餅よりも面白い代物だと思う。まあそれは置いとくとして話を戻すとしよう。その鎌倉の墓地のうち、一番そういうのが出るっていうのはその墓地霊園の外周にある電話ボックスなんだ。車の通る通り沿いにポツンと設置された何の変哲もない公衆電話さ。私と知人たちは3人でその電話ボックスを訪れた、深夜の3時くらいだ。その一つ前の心霊スポットが空振りで何もないまま消化不良を感じながらその電話ボックスを訪れた。車を横付けしてカメラでも設置しようとワイワイ話していたんだ。まだ稀に車が通るくらいの道である程度明かりもあったので油断していたのを覚えている。私といとこ、それに知人の一人でカメラを設置するか録音だけしてみるかという話をしていたとき、不意に電話ボックスから音がしだしたんだ。ジリリリリリン、ジリリリリン。そんな感じで誰かがその電話ボックスに電話をかけてきていた。面白そうだったので私が電話を取ってみた。示し合わせて誰かが時間を合わせて電話をかけるように仕込んでいたのでは？
番号さえわかっていれば電話ボックスに電話をかけること自体は別に誰でもできると思いますが、いたずらでそういう仕込みをする方がリアクションを取ったりする目的でも後々ネタになりますからね。ああ、だからそういうドッキリを期待して電話を取ったんだ。だが聞こえてくる音は想像と違った。受話器を取った私の耳に入ってきたのは想像と違った奇妙な音だったよ。トマルで水の中にいるみたいな奇妙な音だけが延々と聞こえるんだ。なんて声をかけても返答もない。ああ、魂を持っていかれないように最低限の注意はしていたということだけは置いておく。まあともかく奇妙な音だけが延々と聞こえてきたんだ。困惑して一緒に来ていた二人を呼んで順番に聞いてもらった。一人は私と同じだった。全くどう聞いても同じ音しか聞こえない。最後の一人、車を運転してきていた知人に聞いてもらったら急に顔が真っ青になって乗ってきた車に飛び乗って、エンジンをかけ始めた。俺たちはどうなっていたのだろうか。今にもアクセルを踏み込みそうで私もいとこも泡食って車に乗り込んだよ。乗り込むと同時に奴は車を発進させて逃げるようにその場から去ることになった。家に戻ってもガクガク震えるばかりだったんで一緒に飲み明かしてやったよ。その後、その知人は私といとこにあの時慌ててあの場を去った理由を教えてくれなかった。聞いちゃいけない何かを聞いたっていうのは察していたからあまり深く追求しなかったのだが、ついに先日、ちょっとした用事で帰国した時に教えてくれたんだ。奴は言ってたよ。聞こえてきたのはゴボゴボなんて音でなく、一人二人では聞かない大量の誰かの囁きだった。誰も彼もが言ってたんだ。上を見ろって。俺たちはあの時誰もそこに何かいるなんてことに気がつかなかった。電話ボックスの天井にも、その上にも対して注意を払わなかったのさ。あの場所で白い服を着た女性を見た者は事故に遭うらしいが、もっとひどい何かがあそこで俺たちを見下ろしてたんじゃないのか？今となってはあの場所に行く機会もないし知る由もないが、もしも行くことがあれば気をつけてくれ。あの街ではごく稀にそういう怪異が出てくるんだ。時間と歴史の狭間からな。インタビュー記録。対象、肥後しかないし。以下、記録の抜粋。はい。もう、どうしてこんなことになってしまったのか。いや、きっと、私が悪いんです。私が桃ちゃんのこと、もう少し見てあげていられたら。桃ちゃんは、生まれた時から落ち着いていることが難しかった子で、でも、とってもいい子で。幼稚園でお友達がいっぱいできましたし、小学校でも、特別学級とかないとこだったんですけど、他の子と一緒に問題なく生活できてて。昔はお家でいたずらばっかりしてたのが、とっても聞き分けのいい子で、ほんと、病気の子だなんて嘘みたいなくらいで。それで、ダメだったんです。私が、それで気が緩んじゃったんだと思うんです。ちっちゃい頃の桃ちゃんは確かに、元気いっぱいすぎて、一人でどこにでも行こうとしちゃって、夜に起き出して、外に出るドアをバンバン叩いてたこともあって、ダメだよ、夜のお外は危ないよって何回も教えて、確かにそういうことはしなくなったはずなんです。でも、そうじゃなかった。そうじゃなくて、はい、すいません。あの夜、桃ちゃんは私と夫が寝てから起き出して、家のドアの鍵を開けて、一人で出て行ったんだと思います。ちゃんと戸締まりは確認した記憶はあるので、外から開けられたってことはないかと。もう、桃ちゃんはそれくらいのことができるぐらいにはお利口だったと思いますし。それで多分、そのまま神社横の公園に遊びに行ったのかな。桃ちゃんの足でも歩いて10分ちょっとで行けますし、学校帰りにはいつもそこに寄って友達と遊んでくるぐらいのお気に入りの場所でしたから。そこで、桃ちゃんは、きっと。いえ、すいません。神社の話で、一つ思い出したことがあって、本当にくだらない話なんですが、桃ちゃんはよく、神社に出るお化けの話をしてくれたんです。こっちをずっと見てることがある、とか、話しかけても何も言わない、とか、再発は、あの辺りでたまに見かけるホームレスの人のことかと思ってたんですが、手がいっぱいある、だとか、他の子には見えてない、みたいなことも言い出したり、家でも何もないところを見つめてたりしてることがあって、ちょっと怖いなって、何の根拠もない、子供のざれ言だと思います。ただでさえ、桃ちゃんはそういう子でしたから、でももしかしたら、桃ちゃんにあんなことをした人を見つける手がかりになるかもって思って、そういう不審者が本当にいたのかもですし、お化けについて、私が知ってるのはこれくらいで、待ってください。一度、桃ちゃんが見せてくれました。神社のお化けの絵、子供が描いたものなので詳細はよくわかんないんですが、それでよければ。毎度毎度お疲れ様です。大学の先生ってのも大変なんですな。遠いとこからこんな偏僻な村に来て、前日親父の話を聞かなきゃならないなんて。どうぞこれを。そちゃですが、そんじゃ、早速話していきましょうか。今日は、うちの神社がなんでゲジゲジの神様なんてものを祀ってるのかって話でしたね。いや珍しいですよねー、ゲジゲジの神様って。他じゃないんじゃないんですかねー。なんでそこをアピールして村に人を集めようっていう話は出ているんですがね。ゲジゲジなんて大抵の人は気味悪がるからあんまり話題にならない。先生みたいな民族学者さんが時たま寄ってくれるぐらいですねー。すいません。話がそれましたね。じゃあ本題に入りましょう。まず、この村の歴史について話しておきましょうか。ですね、昔の母花村では、いわゆる障害児とか危険児が生まれやすかったみたいなんですよ。その理由はよくわかっちゃいません。
当時の文献には呪いやらたたりやら、オカルトまがいのことばっか書き残されていたみたいですがね。ただ、いろいろ分かった今では、伝染病のせいじゃないかとか、村の近くのウラン鉱山のせいじゃないかとか、小さい村ゆえの近親相関の頻発の結果じゃないかとかの説が上がってます。あるいは、それら全てが正しかったのかもしれません。そんなわけで村民全員が困っていたところに、ある一人の現世、つまりは修験道の行者がですね、偶然村に通りかかったんですよ。現者ってのは不思議な力で厄災を払ってくれるもんとされていましたから、村民はみんなしてその印者にすがりました。このままじゃ村がダメになってしまう。どうにかする方法はないのですか？って、そしたら現世は村のことを一通り調べて、ちょっとした儀式なんかもやった上でこう言ったんです。村の外から人を呼び、その人を村に着かせなさいって。それを聞いた村人は、少し離れた林村に行って、何人か子供を預かってきたそうです。当時はほら、口べらしなんかもあった時代ですから、隣村の人間にも都合が良かったんでしょうね。それで、その子たちはこっちの村ですくすく育って、大人になって自分たちも子を設けるようになる頃には、村でおかしな赤ちゃんは生まれなくなっていたそうです。めでたしめでたし、ですね。ああ、それで、どうしてそこから村人たちがゲジゲジの神様を祀るようになったかですね。実はここからが面白い話でしてね。いろいろ解決してから村人たちは、かの現世は神様の使いだったんじゃないかと考えてですね、その印者と神様を祀る神社を建てようってことになったらしいんですよ。で、そこで祀られていた現者様ってのが、しばらくすると訛ってゲジ様、と呼ばれるようになった。時間が経ったので昔の現世の話を知らない人も出てくるわけですが、彼らは、ゲジ様のゲジってのは虫のゲジのことだと思ってしまった。それから、ゲジ様と神様への信仰がごっちゃになって本当にゲジの神様、ゲジゲジの神様が祀られるようになったって話です。あはは。いろいろ無理があると思うでしょう。私もそう思いましたよ。でも実際、虫のゲジって名前の由来って、原者が訛ったものだって説が有力なんですよ。足が速い点が共通していたから、原者がゲジに、同じ訛りが足したってのはあり得るんじゃないんですかね。それに、ムカデなんかは日本神話で出てきますし、神様の使いの生き物としては結構ポピュラーなんで、いろんな神社で祀られてますよね。だから、ムカデと似たような生き物のゲジゲジがこうして祀られてるってのもおかしな話じゃないんじゃないかな。あと何しろ、この辺って人を襲う大蜘蛛の伝説が有名でしてね。あ、ご存知でしたか。さすが先生。はい。んなもんで、ほら。ゲジゲジってね、蜘蛛を食べるんですよ。だから、大蜘蛛の化け物に対する抑止力の神様にしようって思惑もあったんじゃないかって説もあります。まあ、大蜘蛛は伝説の中でとっくに退治されてるのに、それを気にしてってのはどうかと思うんですがね。もはな歴史民族資料館展示、現者がゲジに、神様の謎より。もはな神社の神様が、どうしてゲジゲジの神様なのか知っているかな？実は、もともとは虫のゲジゲジの神様がいたわけではなかったんだ。最初は、もはな村では現者様という人が神様だとされていたんだよ。現者様は、狩猟で身につけた不思議な力を使う人のこと。昔、お旗村で大変なことがあった時、ある一人の現者様が助けてくれた。それから村人は、その現者様は神様だったのではと考えて、お旗神社を作ったんだ。それから何年も経って、現者様という言葉が短くなってゲジ様と言われるように、現者様のお話を知らない人たちは、ゲジ様を虫のゲジゲジのことだと勘違い、もはな村にはゲジゲジの神様がいるというお話が広まってしまったんだ。そして、いつからか本当にゲジゲジの神様がもはな神社にいるとされてしまったんだよ。なんだかまだ納得できていないような顔ですね、先生。歯は、わかりますよ。ええ。だってここまでの話は、あくまで表向きの話ですから。いやまあ、表向きの話ってのは嘘の話ってわけじゃないです。さっきの話もおそらく大体は本当の話です。ただ、民族資料館さんの方にお渡ししていないような、うちの神社で受け継がれてきた文献を見るにですね、あんまり大っぴらにはなってなかったり、しない方がいいような話もあるんです。障害児の話なんかも大概ですがね。で、その話を聞けばゲジ様の本当の由来がわかるんですが。あはは。そうですよね。ここまで話しちゃえば聞きたくなってきますよね。別にいいですよ。これまでに誰にも話したことがないってわけじゃないですし、そもそもが禁忌みたいな扱いなわけじゃないですから。村の中でも、物知りな人なら知ってる話です。ただ、大っぴらにしちゃうと嫌な思いする人が出ちゃうでしょうから、表向きにはしてないってだけですので。先生みたいな学者さんになら全然。じゃあ、さっきの話に戻りますがね。さっきの話では、林村から来た子供は預かってきたってことになってましたが、実際のところ、みんな林村からさらってきた子供だったようです。なんで、みんながみんな口べらしにちょうどいいなんて思っていたわけじゃありません。子供を取り返そうとした親御さんも少なからずいたみたいですがね。しらばっくれて、無理やり追っ払っていたみたいです。ひどい話ですよ。
ただ、本当にひどいのはここからです。そのさらってきた子供の中には、もともと捨て子だった子供も何人かいたみたいなんですよ。で、そのうちの一人は、片腕のない子だった。障害のある子供がこれ以上増えてほしくないのに、障害のある子供を村に呼んできたら本末転倒です。でも、さらってきた子供、それも捨て子をまたわざわざ返すのもなんだかなぁと。なんで、その子を神様への捧げ物にしたと。生贄です。ああ、ここでの生贄というのは、生かしたまま神域に住まわせるような感じです。殺したりとかはなかったそうですよ。ただ、人間を飼っていた、と言えなくもないですが、その子は神様に一番近しい存在、つまりは不女のような立ち位置とされたみたいです。おっと、この神様とゲジゲジやら現世やらは関係ないですよ。一応、現世が来る前にもここの土着神への信仰はあったみたいですからね。その土着神に使える不女として扱われてたわけです。で、その不女は捨て子だったんで名前がなかった。なので、外の村からやってきた子供、ゲノジ、すなわちゲジ様と呼ばれていたと。そう、ゲジ様です。ゲジ様は子供ながらになかなか頭が働く方だったようで、村人たちは何かあったらすぐゲジ様に助言を求めに行ったとか。だからゲジ様も、この村を救う神の使いの一人であったと信仰されるようになったんですね。まあ、これは私の想像なんですがね。ゲジ様って元は片腕のない捨て子だったわけでしょ。いろいろ大変だったでしょうに、それでも林村でずっと生きてきた。だからこう、悪知恵みたいなもんがよく回ったんじゃないんですかね。さて、ここまでの話をまとめるとですね。今、ここの神社で祀られている神様への信仰ってのは、もともとのこの土地の土着神、お告げを出した現世、そしてゲジ様への信仰がごっちゃになったものだと。そして、その神様がゲジ様と呼ばれるようになったのは、元は捨て子のゲジ様の呼び名の影響が一番大きいんじゃないかと。現世がなまったって話よりは納得できますよね。大元の土着神に明確な名前はなかったようですし、現世様とゲジ様なんてややこしい名前の二つの存在が祀られていたら、ゲジ様って名前しか残らんわけですわ。ただ、人さらいの話と、殺しちゃいないとはいえ生贄の話ってのは受けが悪いんで、今ではゲジ様周りの話はアレンジされたりカットされたりして伝わっている。そのせいで、現世がなまった説が主流になってしまった、というわけですな。ただね、ゲジ様の影響ってのは大きかったみたいで、資料館さんの方の展示にもところどころ隠しきれていない外地様の名残ってのがあるんですよ。わかりやすいのだと、もう花村民謡ってやつですかね。あれ、ゲジ様に使えてた不女の歌だと思ってる人が多いんですが、どっちかっていうと、ゲジ様そのもののことを歌ったものなんですね。片輪のカンナギってやつ。今の時代、片輪ってのも良くない言葉なんで、あの展示もなくそうって話は一応ありますがね。ま、やめといた方がいいかと。あと、その民謡とか一部の資料によると、どうやら外地様は義手を使っていたようなんですがね。当時の小さい村でちゃんとした義手なんて、用意できたんですかね。今の時代なら、本物そっくりの義手も用意できたりしますが。ほんと、最近の技術ってのはすごいですよね。私も見たことあるんですがね、どこからどう見ても本物の人間の手なんですよ。ちゃんと物もつかめるし。ただね、やっぱり見る人が見たり、手触りを確かめられるとわかっちゃう。見た目とか動きとか、もっともっとリアルになってくれればいろんな人が大助かりすると思うんですがね。今時、クローン技術とか何かで本物の人間の腕を元にした技術とか作れないのかな。それはまあ、高望みしすぎなのかな。もはな歴史民族資料館展示、もはな村民謡より、片輪のカムナギ、カイナは一つ。これではマロブかコロブかと、皆でカイナを、差し上げた。片輪のカムナギ、カイナはよろず。カムナギカイナはゲジカイナ。片輪カイナはなくなった。さて、ここらで話はおしまいにしましょうか。それとも、もう一つ、話をしておきましょうか。いやいや、前世がまだすっきりしていないような感じでしたので、まだ気になるところがあるのかなと。なるほど、ゲジ様が名前のつながりとこじつけまがいの理由だけでゲジゲジの神とみなされるようになったのがしっくりこないと。はいはい、そこについてはね、実は、完全にその謎を解明できる鍵になるってわけじゃないんですが、参考になりそうな文献ならうちの神社にあるんですよ。こっちは特に人様には見せないように、内容を話さないようにって言われてるんですがね。それで、どうします？私としては、先生がせっかく遠方から来てくださったんですし、これはずっと一族の秘密にしておくには惜しい話だと思っていますから、先生にはお話ししてもいいかなと思っているんですが、あはは、そうですか。では、お話しさせていただきましょうとも。いや、でも、これは本当に内緒の話、口外禁止の話です。あまり、公にはしないでくださいね。これで神様の秘密が明るみに出てしまったら、神様にも、ご先祖様にも祟られてしまうかもしれませんし。はは、では、話していきましょう。実は、ゲジ様はですね、不女としての役目を果たし終わる前にですね、殺されてしまったんですよ。誰にって、もともと村にいた、障害を持った子供たちにです。ははは、衝撃の事実ですよね。
動機ですか？そりゃあ、自分たちと同じく障害を持っていて疎まれるはずの子供が、外の村からやってきたからって不邪扱いされて、もてはやされていたんですから。腹が立ったんでしょう。外爺様はですね、腕を切られて殺されたんです。残っていた片腕さえなくしてしまい、何もできなくなったところを囲まれて、はい。いきなり林村からさらわれて、勝手に生贄ってことにされて、それでもずっと知恵を貸してやってたのにこの最後です。元から村にいた子供たちもかわいそうだとは思いますがね。外爺様が受けた仕打ちの方がよほどひどいと私は思いますよ。きっと、外爺様は村を恨んだでしょう。呪ったでしょう。そして村人たちの、特に、自らを手にかけた子供たちの無ごたらしい死を願ったでしょう。それからです。障害を持った子供たちが、腕を失った遺体となって見つかるようになったのは、村には戦慄が走りました。すぐに、これは下司様のたたりだと大騒ぎになりました。このままでは、障害のない子供も、いや、自分たち全員が危なくなるのではないかと村人たちは考えました。彼らは、どうにかして下司様の怒りを鎮めることができないか話し合いました。そして、特に外爺様が怒りを抱いたであろう、障害を持っていた子供たちだけを皆殺しにし、下司様がされたように彼らの腕を切って、それを捧げて許してもらおうと考えたんです。また、下司様のお付きの役割を担っていた大人もその責任を取らせられ、腕を切られました。命までは取られなかったみたいですがね。その後、村人たちはちゃんとした神社を建て、元の土着神と下司様を同一視するような形で祭り、許しを請うた、と。あ、ここ、私は逆だと思うんですよね。祭るにあたって土着神と外爺様が同一の存在とされるようになったんじゃなくて、同一の存在だとみなされたからこそ、こういう祭られ方をしたんだと思うんです。ですね、神様に捧げられていた存在が強い恨みを持って死んだ。その命は神様の元に届けられたけど、あまりにも村への恨みが強いもんだから、その神様にも手がつけられなくなって、逆に神様が外爺様の器のようになってしまったから、下司様がたたりを起こせるほどの力を手に入れたんじゃないかとね。当時の村人はそう考えたんだと私は思うんですよ。そうですか。巫女大蛇の。なるほど、似たような話をご存知とは。じゃあやっぱりこの考えは合ってるのかな。あいや、話を戻しましょうか。それで、たたりの騒ぎは一時は収まりました。そして、源氏の話の落ち通り、それからおかしな子供が生まれるようなこともなくなり、村には平穏が戻ったんだそうです。ですがしばらく経って、村人たちがたたりのことを完全に過去のことだと思うようになった頃、外爺様が死んでから生まれた子供たちがね、みんなしていったらしいんですよ。お化けを見たって、子供のような姿で、でも、胴が異様に長くて、そこに不揃いな大きさの手が何本もくっついているお化けが、こちらをじーっと見ている時があると。はい、下司様です。複数の腕は、かつて子供たちの命と共に捧げられたものであった。まだ外爺様は村のことを許しちゃいなかった。下司様は子供たちのことを、恩を込めて睨んでいたんでしょう。ただね、それからの下司様はただ子供たちを見ていただけで、何もしてこなかったそうです。村を許しちゃいないけど、直接何かしてやろうってほどまでにはもう怒っていなかったんでしょう。それから、代々うちの家系がこの神社を管理するようになって、今こうしてここに外爺様はおとなしく祀られているってわけですな。歴史のお話が終わったところで、そんじゃ、最後に改めて答え合わせとしましょうか。ここでゲジゲジの神様が祀られるようになった理由。それは、ゲジ様が名前だけでなく、そのビジュアルまでもゲジゲジらしかったからなんですね。長い胴にたくさんの腕がついてる人間。それをね、こう、簡単な絵で描くと、ほら、ゲジゲジっぽく見えてくるでしょう。あと、そこの木彫り細工なんかもね、あれはすごく昔からあるものなんだけど、さっきの話を踏まえると、上から見たゲジゲジっていうより腕がたくさんある人間に見えてくるでしょう。顔もあるし、そりゃそうだ。そういう意図で作られたものなんだから、あはは。どうです？これで納得できましたか？完全に、といった感じではないですが、まあそれなりに踏み落ちたって感じですかね。いやいや、暗い話を長々と語った回がありましたよ。あ、もう一度言っておきますがね。さっきの話は多言無用でお願いしますよ。うちの神社でそういうことになってるんで。まあ、こんなこと言っちゃうと宮司失格ではあると思いますがね。こんな神様がどうのこうのって話は、もう終わった、昔のことだと思うんですよ。なんで、決まりを破って先生にはこうして村の歴史の真実を話してしまいました。ただ、もし私が決まりを破ったってのが家の方にバレると、どうなるかわからない。神様には捧げ物をするので許してもらえるでしょうがね。今の時代、人の方が怖いもんですわ。怒られるだけで済めばいいですがね。はわは。2019年9月7日、野畑神社横公園にて日越桃子さん、当時8歳が遺体で発見された。遺族の証言などから、桃子さんは16日の深夜に自宅から無断で外出していたと推測されている。桃子さんには比較的重度の多動症、ADHD の症状が見られており、その症状のためにこのような行動を取った可能性がある。
死因は両腕を切断されたことによる失血死。切断に使用された器具の特定はされていない。当事件以前にもモハナ村内とその近辺の都市で、当事件と共通する点が複数存在している事件が、確認されているだけでも計7件発生していることが判明している。現在までに確認されている共通点は、被害者は全員14歳以下の児童。被害者は全員何らかの障害を抱えていた。死因は両腕を切断されたことによる失血死。切断の方法を使用された器具が明らかになっていない犯人の特定につながる明確な証拠が発見されていない盲点。これらの事件の特性から異常存在との関係が懸念されているため、エージェント津山には2019年11月10日までの母畑村周辺の調査を命じる。以前の調査と同様、大学教員としての偽装身分を用意済み。ああ、大丈夫ですか先生。やけどなどしとりませんか。ああ、もうお茶も冷めてましたか。よかった。いえいえ、大丈夫ですよ。後で私がそこ拭いときますんで。本当にお構いなく、急な手のしびれですか。ああ、そういうとこで自分も年取ったなーって実感しますよね。私も最近、ひどくてひどくて。もうね、若い頃の手の感覚が思い出せない。おっと、先生のお召し物を拭けるような手拭いがないなー。すいません、一旦、そこの新聞で濡れたとこを押さえてもらってていいですか。ああ、そうなんですよ、そのニュース。ついこの前、ここの横の公園で女の子が亡くなってましてね。なんかテープとか色々あったでしょ。おまわりさんも、先週ぐらいまではひっきりなしに来てましたよ。私もいっぱい話を聞かれました。ただ、私は普段はここから離れた家の方にいるもんで、事件のあった日もここにいなかったんですよ。なんで、大して情報提供はできなかったんですがね。いや、悲しい話ですよ。よくそこの公園でその子が遊んでるとこを見かけてたもんで。私が神社の掃除をしてるといつも元気に挨拶してくれましたし、時には掃除を手伝ってくれたりなんかして。明るくていい子だったんですがね。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。なんでいい子ばっかりなくなっちゃうんでしょう。ねえ、先生。すいませんがもう一つ、話を聞いてくれませんか。実は私はですね、何十年か前に息子を失ってるんですよ。交通事故で、完全に、相手のドライバーの不注意でしたよ。理不尽が過ぎます。息子の命は、こんなことで失われちゃいけなかった。今、ここに息子がいてくれればよかったのに。せめて大人になってほしかったのに。親としてだけじゃなくてね、一族としても、いろいろ不都合なんですよ。ここの宮司の後継ぎをどうするかとか。分家の方の子をよこしてもらえないか、お願いしてるんですがね。時々ね、考えちゃうんですよ。これは報いなのかなって。よそから子供を奪って村を栄えさせた報いが、巡り巡って、って。ほら、私なんかはいろいろあった村の神社の宮司で、特に村の根幹に近い人間でしょ。だから、そういう意味では一番罰を受けてもおかしくない人間だと思うんですよ。いや、うちの一族がこれまで代々ひどい目に遭ってきたわけじゃないんで、これは私の考えすぎなのかもですが。でもね、私は罪と、それに応じた罰っていうのはずっと残り続けるものだと思うんですよ。一度犯した罪は取り消せない。罪に対して生まれた憎悪は、薄れはしてもなくなりはしない。なので、罪人は必ず罰を受ける。なんなら、その罪人の子孫とか、罪人とちょっと関係があったってだけの人でも、いつかどこかでそのとばっちりを受けることがあるかもしれない。だから、たとえ自分が罪を犯していなくとも、誰かへの罰の余波を受けることはあるし、それはしょうがないことなんだと思って私は生きています。その方が、ほら、自分のせいで、顔見知りどころか見ず知らずの人にまで迷惑がかかったら嫌だなーって気持ちになって、より清廉に生きられるじゃないですか。なんて、説法じゃないですがね。こういう立場の人間として、先生にこのことをお話ししておきたかったんです。多少なりとも、世の理不尽を受け入れられるように、その準備ができるように、きっと、お役に立ちますから。フロム、エージェント津山。ブー、異常捜索チーム本部。件名、本日の報告。本日は宮司の不在時を狙い、母畑神社本殿内の捜索を行いました。本殿奥の部屋にて鋼管のラベルが貼られた木箱を発見したため、開封したところ、計4本のミイラ化した人間の腕のような物体を確認できました。確認できた4本中、2本は小さく、切断された児童の腕のように見受けられました。母畑村周辺の児童殺害事件と何らかの関連性があるかもしれません。しかし、もう2本はそれなりの大きさがあり、私には成人、それも男性の腕であったように見受けられました。これがどういった意味を持つのかは、未だ不明です。当物体についての疑問点はそれだけではありません。そもそも、なぜあれらの腕はミイラ化していたのでしょうか。私は人間の死体に関する知識をさほど持ち合わせてはいないために詳細なことはわかりませんが、あれらは劣化してこそいれど、腐敗していた様子ではなかった。ただ箱の中で放置されていたわけではないのだと思います。しかし、あれらは本当にミイラ化した人間の腕なのでしょうか。それに、あんなものがどうして神社内に存在していたのかも不明です。
展示という雰囲気ではありませんでしたし、ラベルの交換の意味もわかりません。箱にも、本殿内の全部屋にも鍵はかかっていませんでしたが、そんな不用心に保管していても良いものだったのでしょうか。誰かに見られても良い、誰かに見られるべき物品だったのでしょうか。今回調査中の事件が異常存在に関連するものであったとしても、非常性の猟奇殺人事件であったとしても、御旗神社とその宮司は重要な存在であると思われます。今後は宮司を重要参考人として調査を行っていきます。本当に大丈夫ですか先生。いえ、しきりに手の方を気にしていらっしゃるようでしたから。しびれがひどいようでしたら、もう少しこちらで休んでいかれたら。まあ、そうですね。最近は何かと物騒ですものね。日が落ちきる前にお宿の方に戻られた方がいいか。いやはや、秋の日は鶴瓶落としと言いますが、ちょっとお話ししていたらもう夕方とは。夕方、大間時、今日はなんだか風も冷たいですし、こういう鬱蒼としている古い神社にいると、何かと出くわしてしまいそうで。私はずっと神社の宮司なんかやってますけどね、こういう雰囲気は未だになれないな。だから、先生みたいにお客さんが来る時とか、敷地内の掃除をする時以外は離れた家の方にいるんですがね。ああ、そうそう。最後にもう一度言っておきますが、外地様の話は多言無用ですよ。神様の秘密なんてもんは、本当は深く知っちゃいけないものなんですから。触らぬ神にたたりなし。神様のあり方、その形ってものは、現状維持が一番なんです。今以上に神様のことを知ってはいけない。今以上に神様のことが知られなくなってはいけない。そういうもんです。私のように、神に仕えることを生業とするもの。先生のように、知識を収集することを生業とするものなら良いでしょう。覚悟ができていますから。そうですよね。でも、そうでない人に神様の真実をベラベラ語ってしまうのはダメだ。特に、聞き手が面白半分だったりするとなおさら、知ってしまうことというのは、大抵の人が思っているよりも、深い意味を持ってるんですから。ただそれだけで神様に目をつけられかねない。はは。いやいや、あくまでこれは、形式的な忠告ですよ。今時、神様を本気で恐れている人なんて、私含めていないでしょう。ああ、全く恐れていないとか、神様のことを信じてないってわけではないですよ。それは宮司としては大問題ですから。ただ、神様の影響ってのはそんなわかりやすいものではなくって、日々のちょっとしたところで、あ、これって、って思えるぐらいのものなんだと。私はそう思っているってだけです。おっと、早くお帰りになりたいでしょうに、また長話をしてしまった。申し訳ありません。いやー、本当に、先生とのお話が楽しくって。今までやってきたお客さんの中では一番会話が弾みましたよ。いや、悲しいニュースのこともあって落ち込んでいたんですがね、だいぶ気が晴れましたよ。先生が来てくださって、本当によかった。助かりました。明日からはまた、村の違う所の調査をするんでしたっけ。いやー、寂しくなるな。でも、村にいるんでしたらぜひまたここに顔を出してください。おもてなしさせていただきますよ。あ、握手ですか。なんか小恥ずかしいな。ちょっと待ってくださいね。はい。はは、どうです?これでちゃんと、知りたかったことは知れましたか?うん、それならよかった。それじゃあ先生、さようなら。今思えば神様だったのだと思う。そんな話、大学進学を機に都会へ引っ越してそのまま就職、馬の合わない上司がついて心を削られ、もともと希望の部署でなかったこともあって2年を待たずに退職した。そこから地元に帰って、しばらく父の紹介で小さな学習塾の非常勤講師をすることになった。就活の時はわかりやすく学歴コンプレックスを抱えていた私だったけど、田舎では大卒というだけで資格は10分みたいだった。担当は小学校高学年で、生徒からの評判は上々。スポーツとか音楽とかの習い事は続かなかったけど、硬質はちゃんと続けててよかったなと思った。何人か個別に受け持つ子がいた中で、高浜さんは成績のいい子だった。それでいて社交的で、なんというかこうバランスが取れている。地域のバスケットボールクラブに所属していて、経験者の私とはよく話があった。私がバスケやってたのは、中学の時だけだったけど、石が置いてあったんです。ある日、高浜さんが言った。聞くと、登校中に大きな石が置かれているのを見たという。場所を訪ねると、山へ登っていく橋のところだと。高浜さんの家は町の境、遠見山という山のふもとにある。彼女の家には一度、夜が遅くなった時に送って行ったことがあった。石があったという場所は道元さんと地元の人が呼ぶ神社へと続く山道の入り口だ。通学路沿い小川が流れていて、山側へ渡る石橋がかかる。ある朝、ふと道の脇に目をやると石が置いてあったのだという。石など田舎道にはありふれているものだが、それは路傍の石というには不自然な様相だったらしい。大きな石が二つ積まれていて、高浜さんの言葉を借りるならお地蔵様に見えたんだそうだ。そのことを言え、暮らしの子には言ったんです。そしたらみんなも見たって、いろんなとこにあったみたいなの。みんなというのは4、5人のクラスメイトのことを指すらしい。一人は高浜さんと同じ通学路を通る男子で、あとはバラバラの地区の子。どうも石は複数個あるようだ。そういえば、と彼女が言う。西の地区の子が見た石には、何かの字が書いてあったって言ってました。文字?はい。
とても難しい字で、しかも土で汚れていたから読むことはできなかったらしいですけど。ふんと頷いて、なんだか少しその石に興味が出ていた私は、高浜さんにまた何か進展があれば教えてくれるよう伝えた。彼女は、気味が悪いから何もない方がいいですと子供らしく怯えてみせた。私はその通りだと笑って、その日は帰路に着いた。部屋で一人で考える。石にはなんて書いてあったんだろう。石碑か何かが、誰かのいたずらで道に打ち捨てられていたのだろうか。そんないたずらがあるとは到底思えないが、文字が書かれた石、大人の私が見たら読めるだろうか。漢字はあんまり得意じゃない。結局、私は夜遅くまでぼーっと石のことを考えていた。生活の中で一番身近な、文字が書かれた石は、きっと破壊石だ。そんなことを思いながらその日は眠りについた。起きて、朝から脳みそを使わずにずっとネットを見ていた。塾のバイトは夕方からで、まだ少し時間がある。そうだ。私は急に思い立って、高浜さんが石を見たという橋へ自転車で行ってみることにした。確かこの辺り、神社へ向かう山道の入り口だったはず。ついて、辺りを見渡すとそれはそこにあった。ただ、崩されている。お地蔵様に見えたというその石は、何者かに崩されていた。いや、石なんて不安定なもの、勝手に崩れたのかもしれない。でもなぜかその時は、これが誰かに崩されてしまったのだとしか思えなかった。私はなんとなく、石を元あったであろう姿に積み上げた。どっちが上でどっちが下だったのか。二つあった石はほとんど同じ大きさだったが、これもなんとなく少し小さい方を上にすることにした。夕方になって、学習塾で雑務をしていると高浜さんが来た。先生、と声をかけられる。昨日の話なんですけど。高浜さんは言葉が出るままに石のことを話し始めた。彼女はおよそ次のようなことを言った。今朝学校に行くと、クラスが石の話題で持ちきりだったという。東の菊の子は隣町へ向かう石橋の前、バス停の脇。南に住んでいる子は山道の入り口。大井戸、確か北の地名だったか、の子は町の外れの農道。それぞれ別々のところで石が積まれているのを見たという。いずれも町の境の何もないところだ。今朝は私、怖くて別の道を通ったから石は見てないんです。でもあんまりみんなが盛り上がってるから、昨日私も見たって。そんな話をしてたら、南の方に住んでる子が石は積まれてなかったって言うんです。崩されていた。え？高浜さんは不思議そうな顔をする。いや、なんでもない。続けて。うん。その子、リカちゃんって言うんですけど、石はただ置いてあったんだそうです。少し沈黙。それでは石の一人が、誰かが壊したんだって言い始めて。私、お地蔵様がかわいそうだって言っちゃったんです。そしたら結局、石が積まれずに置いてあったら、見つけた人が積んであげることに。私はついに時間前の自分の行動を思い出していた。特に信仰に熱いわけでもない私ですらそうしたんだ。お地蔵様が倒れていたら元に戻すっていうのは、自然な思考なのかもしれない。あれをお地蔵様と呼んでいいかは、私にはわからない。あ、そういえば男子が、石の文字を見たって言ってました。文字、あ、難しい字で読めないって言ってたやつね。はい、寒いって字が書いてあったそうです。寒い？意味がわからなくて余計に不気味だって話で盛り上がってました。何か特別な意味があるんですか？わからないやと答えて、適当にお茶を濁す。結局、私は自分が戻した石のことを、高浜さんには話さなかった。夜になった。家でぼーっと今日のことを考えていると、大学時代の友人であるかなから着信があった。たわいもない話を20分、思い出話を20分、相手の職場の愚痴がもう40分。そこから私の仕事の話になった。勢い話題は、石の話になる。石が積んであったんよ。石？それもなんかいっぱいあるらしい。なんそれ？かなは笑いながら、このよくわからない話のあらましを聞いてくれた。ふん。橋の石な。ようわからんけど昔、川遊びしとるときに石積んで遊んでて親に怒られたことあったな。なんで石で遊んで怒られるの？なんや、ローカルルールなんかな。へえ、私は聞いたことない。縁起悪いからやめろ、ってお母さんが。あんな怖い顔見たことなかったからびっくりしたの覚えてるわ。そこから何か見えてきそうな気がしたが、話題はかなのお母さんの話に移っていった。電話を切る頃には夜中の2時を回っていた。私は想像する。子供が一人、河原で石を積み上げている。崩れては積み、崩れてはまた積む。なんで石なんか積み上げるんだろう。翌朝の目覚めはあまり良くなかった。夢に子供が出てきて、石を積んでいた。私はなんとなくそれを蹴って崩す。そして多分、カナのお母さんがそうしたように、その子を強く叱りつけたんだ。毎朝10時くらいには目が覚める。起きて、リビングへ行くと、母がいた。今日はパートが休みらしい。テレビがついている。九州で大雨やて。怖いなぁ。間の抜けた声で私に話しかける母。テレビ画面には氾濫した河川。子供はなんで川で石を積んじゃいけないの？唐突に聞く。多分、明確な答えを期待したわけじゃない。子供はな、親より早く死んだらいけんのよ。親不孝者になったらあかん。母の言葉はよくわからなかった。母は続ける。才の河原言うてな。才の河原？そう。死んだ子供は三途の川に行く。でも先だった親不孝に川は渡れん。子供らは罪をすすぐために河原でずっと石を積まされる。石を積んだら鬼が来て、それを壊す。その繰り返し。だから、子供は親より早に死んだらいけん、と母は結んだ。私は、ヘイトだけ返して、会話はそこで途切れた。蛇口をひねった時水が流れていく音が不快で、吸い込まれるような音が不快で、私はいつもより早く洗顔を済ませた。部屋に戻って一人考える。子供たちが道端で崩れたお地蔵様を元に戻す。崩された石を積み直す。
疑似的な際の河原なんじゃないか。そんな妄想が遊ぶ。先生。夕方になって、高浜さんが言う。今日のクラスの子たちとお地蔵様の話をしたいです。やめての子だけ様崩れたお地蔵様を気に直した。高浜さん。私は何か怖くなって、普段より饒舌に彼女に話した。それは当然、才の河原なんて小難しい話ではなくて、もっと簡単な嘘だった。その石には怖いお化けがついているから触ってはいけない。学校のみんなにもそう伝えて、そんな話をした。高浜さんは少し怯えたような素振りを見せて、わかりましたと言った。翌日も、その翌日も崩れた石を街で見かけた。見かけたというのは正確でなくて、私は人よりあまりある昼間の時間を石探しに没頭していたのだ。神社へと続く山道、石橋の脇、隣町に繋がるトンネル。高浜さんの話を聞く限り、きっともっとたくさんあるのだろうけど、私には多くは見つけられない。子供って大人よりずっといろんな世界が見えているんだろうなと、そんなことを思った。私は何か使命感のようなものを胸にお地蔵様を探し回る。意味なんて多分なくて、今思えばそれは退屈な私の暇つぶしだったんだと思う。苔のついた汚い石像が今日もちゃんと崩されているかを見て回るのだ。その程度の気候、誰も気には留めないだろう。たまに積まれている石を見つけては、崩した。そして頭をどこか見つからない場所へ隠す。私はもう子供じゃないから、小学生が積んでしまうよりずっといいだろう。私は石探しに奇妙なやりがいさえ感じていた。そしてついに私は、文字が書かれている石に行き当たった。雨風にさらされて、かなり劣化して潰れてはいるが、そこには確かに祭の文字が刻まれているように見える。祭の河原。やはりこれは積んではいけないものだ。その直感に理由などなくて、私はなぜか満たされていた。何かを成し遂げた感覚があった。その日は塾のバイトがなかったので、缶チューハイを開けて一人、縁側で涼みながら、夕日が沈むのを眺めたんだ。しばらくして子供が死に始めた。一月で6人死んだ。原因はまちまちで、病気だったり事故だったりしたが、とにかく町中で人が死に始めた。子供だけじゃなかった。大人も死んだ。二月で10人死んだ。年寄りも死んだし、若者も死んだ。あまり関わりのなかったいとこのおじさんが死んだ時、母は泣いたが私は泣かなかった。高浜さんが死んだ時、私は息ができなくなって、吐いた。祭の神、という神様がいるそうだ。そのことを知ったのはそれからずっと後になってからのことだった。その身に、祭の文字を刻み、邪悪なものが入らないよう塞ぐ石の道祖神。町の境に立って、外から来たる悪霊を払う教会神の石像。入ってきたんだ。私のせいで。超常現象記録番号、E6422JP。概要紹介、群馬県高崎市。今日の工事現場にて、施設警備員1名が異常な状態で死亡しました。被害者の衣服と現場には一切の損傷がないにもかかわらず、全身に3度の熱傷と脚部から胴体にかけて複数の貫通痕が確認されています。監視カメラなどの映像記録から確認できる直前の被害者の様子には特異な点は見られず、何らかの異常現象に巻き込まれたものと推測されます。加えて敷地内に何らかの祭祀儀礼が行われた痕跡がありますが、担架や破砕など、破壊されており現時点において詳細は不明です。発生日時、2019年、7月5日。場所、群馬県高崎市。今日の工場建築現場。追跡調査措置、回収された遺体や破損したボディウェアラブルカメラ等の記録媒体、現場に残存した資料をエリア 81JH の定期検と物品収容倉庫に保管、分析を行う予定です。新たな情報があり次第更新されます。高崎安心ホットメールより抜粋。令和1年、7月。日、午後10時30分頃。下埼玉市から中市玉村スマートインターチェンジ付近の路上において、徘徊する不審な男の目撃情報がありました。男の特徴、年齢、不明、身長、170センチくらい、体格、中肉、頭髪、黒色短髪、上着、白色長袖シャツ、下衣、白色ズボン、履物、わらぎ、板沿いのもの、広いお面沿いのもの、不審な人物、車を見た際は決して近寄らず、安全を確保し、すぐに110番通報または最寄りの交番、警察署への通報をお願いします。ラスピック、日本不審者情報センターより抜粋。高崎市綿貫町のコンビニで強盗。6月、日午後、群馬県警によると、日午後10時頃、高崎市綿貫町のコンビニエンスストアで強盗未遂が発生しました。実行者の特徴、若い男性、20代、中肉、白色 T シャツ、ズボン、実行者の言動や状況、店員に掴みかかり、恫喝した。この店は米や果物類、飲料水は取り扱っているのか。それでないなら、ここの他にそういったものが買える場所はいくつあるか。近く現場付近の施設、倉賀野駅、JR、倉賀野幼稚園、倉賀野小学校、倉賀野中学校、綿貫観音山古墳、群馬県警中井崎署の任意事情聴取より抜粋。大将、池田重宗氏、大野幹人氏、車和吉、タスクに智彦氏、若狭健一氏、以下、
若さしへの質問内容の抜粋。じゃあ次は俺か。これは1週間前に体験したことで事件と関係のない話かもしれませんけど、かなりの体験だったからおまわりさんに言いますわ。その時はたまたま残業で忙しくて帰るのが遅くになって、11時頃に職場出てることになったんですよ。加えていつもはロードバイクで結構な距離を通勤しているんだけど、それがたたったのか前の日に変速ギアが言うこと聞かなくなったから、自転車屋に預けてて、早々ひじり石橋の近くの。だから運悪く3時間半くらい一人寂しく歩いたんです。それで一人で家のすぐ近くの幹線道路の右カーブに差し掛かって、やっと帰れた後もう少しだって気持ちで進んでいたんですけど、そこに前の方からすごい勢いで人影が何度も照らされたのが見えたんです。最初は誰かがランニングしてんなと思ってたんだけど、目が慣れてくると泥だらけの作業着を着てる俺と同じ背丈の男が、何時間も走ってセイコン突きかけてフラフラしながら走ってるって分かったんです。はじめは近くの工事現場で残業した帰りかもしくはまだ仕事中で急いでる人で、大変だなと何気なく同情してたんだけど、次第におかしなことに気づいたんです。お前ら、前に遊びに来てくれた奴なら知ってるかもだが、俺の家の近所って再開発とか工場建設とかで工事しまくってんじゃん、だよな。でも、夜までやってるところは知ってる限りその時期にはなかったんですよ。もちろん道路工事やら水道管の整備とかのインフラ関係ならあるだろうけど、そんなのやってたら別の作業員とかもいるはずだし、結構開けてる場所だから工事音とか照明とかで目立つからすぐに気になりますよね。そもそも急いでたとしても、徒歩だと疲れるし夜道は危ないんだからなんで車で移動しないって話だし。それですぐに周りを見渡して確認したんけど道路の照明以外は真っ暗で見えないし、車も通っていなくて、俺とそいつ以外、全く飲む音で。虫の鳴き声すら聞こえないのに、俺の呼吸と靴音、こっちに来る作業着の男が何かつぶやく声だけが響いて、いや違う、前からの声だけが大きくなって。そこでやっと気がついておかしいと思ったんです。なんであいつはあれだけ走っているのに足音がしないんだって。それからカーブの境目から直線、全身がわかるくらいの距離になって、もっと自分の置かれた状態を理解しました。遠巻きだとガードレールのせいで上に白い服を着ているんだなとしか思ってなかったから、初めて正面から見た時も下に赤いズボンを履いてるなと漠然としか捉えてられていなくて。でも間が狭まるにつれて両手に赤くて細長い杭みたいなのを持ってて、さらに下を向くと真っ赤な素足が見えて。もうダメだよこの空き地にそれるか、道を戻って反対側の歩道に行くかどうかで迷ってたんだけど、その間にも大きくなる声の、徐々に何を言っているのかが聞こえてきて、多分味噌がどうとか馬やらカルタがどうとか、だとは思い出せるんだけど、夜に一人でそんなことをどうのこうの言ってんのってどう考えてもヤバいやつじゃないっすか、あ、それと、それから。笑うなよお前ら、ほんと気味悪かったんだぞ。ごめんなさい、落ち着きます。ありがとうございます。あ、思い出した。そいつは作ったような満面の笑みで、俺がガードレールを飛び越えると低い声で、いや、同じ声かは忘れたけど、おや、みけ、こ、って言葉が印象に残ってて、振り返らずに反対側の道路に渡って帰ったから、それっきり何のことなのかはわかんないし、わかりたくもないけどな。まあ、あまり関係ない話だと思います、すみません。伊勢神宮では、6月と12月の11日に月並祭、10月17日の神並祭、3つを合わせて御伏の祭り、が行われます。その儀式では正殿の大神の台前にネギたちがお香を供え拝礼します。一方、5月と10月の14日の神衣祭、9月17日の朝廷兵白放入では大見栄と玉串御門前で、神魚や兵白、馬具を装着した馬を並べ、祝詞を奏し、玉串を捧げます。この儀式の特徴として、これらの儀礼に使用した祭祀用の器物は祭祀場に放置することはせずに、どこかに片付けるか、もしくは正殿や宝殿といった比較的神前に近い場所に収めます。群馬県警打開先署の任意事情聴取より抜粋、2。対象、井出義飯。そのお客様が来たのは確か、6月末の午後7時半くらいじゃなかったかなと思います。その日はホームセンターで在庫の整理だったり商品の補填とかの作業をしてたんですけど、その時に男の人が声をかけてきたんですよ。もちろん商品がどこにあるかとかそんな質問はよくあることですから変じゃないんですけど、その人の様子がかなり変だったから記憶に残ってて、その人、なんていうか土木作業員っぽい服のまま来てて、靴、というよりもゴム製のブーツですかね、それにびっしりと泥とかがついたままで、しかもそれだけじゃなくて軍手やらジャンパーにも泥まみれでしたから、まるで工事現場からそのまま急いできた、って感じで、本人の様子もなんかおかしかったです。息も怠惰でそのまま倒れそうで見てて心配でしたし、しかも聞かれた内容も何か奇妙で、確か動物の骨、特に鹿の骨とかは取り扱ってないかと聞いてきたんですよ。てっきり何かの工事とか大工用品のことを聞いてくるものとばかり思ってましたから、少しヨッとしちゃって、それでしどろもどろになってしまってうまく返せずにいたんですけど、そしたらそのお客様、次第に語気を荒げ始めまして。それだけなら待つことができないお客様って結構いるって話じゃないですか。でもそのお客さん、口調が強くなればなるほど口の歯を上げ始めたんですよね。なんか顔は次第に満面の笑みになってくるんですけど目は笑ってなかったですし、言ってることはどんどん激しくなって、本当に取り扱ってないのか、近くにありそうな場所はどこだ、というような感じのことを怒鳴り始めて、それでどんどん怖くなってしまって、とっさにペットショップのコーナーで犬用のおやつだかおもちゃだかで鹿の角を取り扱ってるのを思い出したんでそのことを伝えたんですね。そしたら今までの態度が嘘のようになくなって、ありがとうございますありがとうございますって何度も謝ってその足でペットショップの方に早足で行っちゃって、
でまあその後は何事もなく仕事してたんですけど、今度はガーデニング用品のところで騒ぎが起きたみたいで、なんだろうと思ってちょっと作業を置いて見に行ったんですね。さっき会ったお客さんがついさっきと同じ口調で大声で叫んでました。口だけくの字に曲げながら歯を剥き出して、もうそっちの方は見ずに仕事が終わるのをずっと待ってましたね。後で気になってガーデニング用品の方に聞いたんですけど、枝がどうとかゴザがどうとか泣きながら顔を歪めてまくし立ててた、って。結局その人が来たのは一回限りでしたから何だったのかは未だによくわからないですし、もしかしたら不審な人って大げさな話ではないかもですが。すべてかみつよは、父母に限らず、行くよにても塩素までを通わして、みんなただい雇いえり、これこそにはその字をいやと教えて、親のことにも用いたり、またこと言うなも、己がなるに限らず、子子孫孫までかけて運勝なり。元折りのりなが古事記伝より抜粋、一部省略。車くん二日ぶり、大学生活どんな感じ？こっちは課題が半端なくて。まあ、それは置いといて最近なんかあったん？なんか切羽詰まっている感じだったけど。いや、最近ちょっと気になることがあってさ。いや俺自身のことじゃなくて、同じサークルの仲がいいやつが最近パッタリと出なくなって、そいつに LINE を何回もかけても一向に連絡つかなかったんだよ。車くんのサークルって、考古学関連だっけ？あ、専攻との掛け合わせ。その人が出なくなったきっかけとかはない感じ？周りのみんなからいじめられてたとか。急に人聞きの悪いこと言うなよ。いや、本当にいきなりでわけわからん。でさ、この前いきなりグループ LINE で返信が来たんだよ。え、それなら別に良くない？いや、そいつ写真だけ送ってきてさ、今見せるよ。何これ？多分自撮りだと思うんだけど既読するんでさ。こいつ大丈夫なの？やべえよな。でもこの前の発掘調査の時は普通だったはずなんだけどな。え、モンノ君の様子ですか？あ、6月に発掘調査に参加してくれた学生さんなの。はい、覚えてますよ。彼が参加した発掘調査では、遺跡群という古墳時代中期から奈良時代の遺跡を発掘したんですが、彼も学校からの調査員として3週間現場にいましたね。いえ、特に変な言動とか目立った行いはしてなかったと思います。ついて言えば南京結びとか測量はうまいけどピンポールを刺したり水糸を張るのは苦手だった、くらいですかね。歯は、脱線しちゃいましたね。でも少し気になることがあるにはありました。発掘調査の中盤に彼が担当していた遺構なんですが、何か変だと言ってました。普通東日本で確認されている縦穴住居はかまどを東にして位置しているんですが、その遺構だけ主軸が南西に位置していたんですね。あと面積も通常の2倍の面積があったことも特徴的だったと。出土品も弾き穴を埋くための細編み石ではなく、公園部の幅広い巣液、まが玉やガラス小玉、いわゆるビーズ等の採取に関わる遺物が主体でしたね。そうそう、炭化した竹も確認できたと。出土した遺物は、植物系の遺存物以外は一応埋蔵文化財調査センターに保管されていますし、窒息図もあると思いますよ。あ、今思い出したんですが、グリッドの平面図を描くときと遺物の点上げのときに彼に聞かれたことがあるんですよ。何か土偶か、埴輪を模倣した土製品は検出されませんでしたかって。もちろん共犯関係じゃない縄文時代の頭大式土器とかは出たんですけど、そんなのが出たらすぐにわかるじゃないですか。確かに南西の方角には塩分群がありますが、あれは後期の遺構で時期も違いますし、本人自身も半ばキョトンとしたのが印象に残ってます。その後は特に目立った出土品もなく調査は終わった感じですね。掘ってたとこですか？彼が掘ってたところはもう壊されちゃってわかんなくなっちゃったと思いますね。ほら、こういった発掘調査っていうのは緊急発掘って言いまして、企業の工場やら施設やらが建つ前に遺跡の情報を記録、保管するのが目的で、緊急発掘調査や行政発掘調査は日本での発掘調査の 99% を占めるって言いますし、でも最終日ですかね、いつもは調査員や学生の方々はどこか自分の車で帰宅するんですけど、いつもと違って彼だけ高崎駅に送ってくれって言ってたんですよ。しかも発掘調査の時の格好から着替え済みだったらしいです。本人の家はすぐそこらしいんですけどね。まあ、ちょっとした用事とかなんかでしょうけど。発表者、モンノ道久。はい、今日はありがとうございます。前回の調査報告会の発表でも触れましたが、群馬県は5世紀中期以降から穂渡田古墳群や天神山古墳等の前方後円墳が多数確認されており、中央からの影響が非常に強い地域でした。そして渋川市の金井扇状地に立地する金井東浦遺跡では31号溝から火山噴火で被災したいわゆる高起きた古墳人が検出し、隣接する金井下新田遺跡では10代の古墳人や金井馬、網代柿と採水口を有する囲い状遺構が確認されているように、これらの金井遺跡群を含め、古墳時代における渡来人の影響、採取形態の様相を把握することができる事例でしょう。今回の調査報告会では、現在担当、調査を行っている遺構が採取的要素の強い施設であるという考察を行うとともに、先ほど言いました金井下新田遺跡や中筋遺跡に代表される、群馬県における古墳時代の採取について概観していこうと思います。現段階において私たちの班はそのプランをグリッドを残して貫通していますが、スライドにある通り、
当初は縦穴式建物内に土器列、並びに土器集積が U 字状に密集しており、沖ノ島遺跡や中筋遺跡1号採取場と同じく採取が行われたままの状態で放置されたものと推測し掘り進めていました。ところが、A、B、C、D を掘り下げていくと写真のように当時の地表面、テフラ層の直下から約60センチメートル前後に達していることがわかり、セクション A では 1×1.7 メートル、B では 2×1.2 メートル、C では 1.7×1.1 メートル、D では 2.4×1.3 メートルの集積の集合で構成されており、それぞれの土器間になめし製の模造品や火山灰、住処層が確認されていることから、長期間内に継続的な採取行為の持続と別の場所から採取用の土器等を移設したものであると考えています。セクション B と D にて熱変化の著しい土器と炭化物が密集していることから、遺跡群での採取行為の中には廃棄の過程において薬行為が導入された時期があったという想定を行いました。しかしながらセクション B では土器は復元不可能なほどに粉々にされており、また A から検出した木材は架け橋材であり、アブミといった鉄製バグの一部が検出されたことも特筆に値します。結論として、このようにこの遺構では4箇所のプラン、1つの区画において異なる廃棄パターンの選択が起きており、これは群馬県、そして東日本の採取遺跡の研究において非常に重要な事例と言えます。今回の中間調査は3週間と短い期間ですが、調査において数奇変の集中、採取での生贄で消費されたであろう数のなどの動物遺損からだ、石製模造品といったなめし製製品の検出が確認されており、縄文の地域における古墳時代の村採取の様相に迫る機会だと思っています。ねえ助けて、隣の家の前に変な人がいる。今日はカートで帰りが遅くなったんだけど、入り口から隣の家のドアに男の人張り付いてるの見えて、怖くて帰れないし動けない。しかも様子もブツブツつぶやいててやばいんだけど。いや、警察には今電話しようか迷ってます。こっちに気がついてしかも警察呼んでることがバレないようにしないと、女の一人暮らしだから何されるかわからないし抵抗できないし、一回男とでにマンションから離れてコンビニ行くのも考えてます。今マンションから離れたところにあるコンビニで書いてます。もう少ししたら警察の人を呼んでマンションに帰ります。不思議だってた店員さんに今までのこと話してたんだけど、この前このコンビニに不審者が来てたって話していた。ここら辺ってこんなに治安悪かったっけ？今、警察の人と一緒に家の前まで来てたんだけど、誰もいなかった。警察の人も巡回してくれるって話なんだけど、本当なんだったの？それにしても、隣の人は何の反応もない感じでおかしい。熟睡してるにしてもパトカーの音で目が覚めてさ、電気くらいつけるでしょ？待って、嘘、絶対言う。いや、よくあるじゃないですか。なんか YouTube やらネットやらで古神道だのうんぬんって。あれ、全くと言っていいほど古代の信仰とは別物なんです。そもそもいわゆる古神道や復古神道っていうのは江戸時代に入ってから儒教や仏教といった大陸からの影響が出る前の神道を復元、実践しようとする運動のことで、加賀の東麻呂や元居宣長、平田篤胤といった今世の国学者が提唱した概念でして、このような運動は中世以降の神仏集合の流れを批判し、古事記と日本書紀から本来の日本人の信仰を見つめ直すという目的があったわけでして、明治維新の思想、その後の廃仏毀釈運動にも転用されてました。もちろん、こういった潮流から平田派国学といった比較人類学的な見方、前方後円墳の用語を初めて使用した蒲生公平といった研究者や明治時代以降の日本考古学界に影響を与えたんで、一概にどうこういうのは違うとも思うんですがね。でも私個人の考えとしては、彼らが参考にした古事記と日本書紀にもある種のバイアス、思想的傾向がありまして。例えばなんですけど、古事記は712年に比叡田のあれが収容した内容を大野安麻呂が記録したものであることは有名ですが、その背景には7世紀後半の天武朝に各地の豪族を中心に伝えられた伝承や歴代天皇の系譜、神話をまとめて記録するという役割がありましたし、日本書紀は日本という言葉が付随しているように、隋、唐、高句麗や百済といった東アジアの動乱期における対外政策的な意味合いが強く、律令国家の形成の一環としての役割がありました。結局言いたいことはこれらの資料は7世紀、8世紀の人々から見た視点、彼ら自身の思想に強く影響されていて、一概に古墳時代の精神世界を意味するわけではないと注意しないといけないんですよ。そもそも九州地方や茨城県で見られる装飾古墳のように、奈良時代、ひいてはそれ以前の祭祀儀礼に関する物質文化、精神世界は今日の私たちが思い浮かべるものとは異質なものであり、日本列島内でも地域ごとに多様性に富んだものなんです。それこそ、周辺地域からの影響は確かにあったとは推測できますが、その点は考古学的な研究成果に期待ですね。
とどのつまり、あまり専門的知識が足りない人が勝手に古代の祭祀儀礼を真似たり、それっぽく行うのは果たしていかがなものか、っていうだけの話なんですよ。そこに無視していいもの、気づかなくて良いことを勝手に見出して、突拍子もない間違った解釈、推測を行ってしまうんです。確かに神付の里博物館は穂渡田古墳群の埴輪列から古墳時代の祭祀を復元、実践していますが、それは専門家や神職の方々が公の場で監督していますから大丈夫なんです。ほら、一人で中途半端に行おうものならなんか変なもの呼び込みそうで危ないでしょ？本件の調査の件に関する報告。超常現象、番号 E6422JP の調査結果を下記に記します。儀礼の痕跡、有機物は完全に炭化しているものの、皿や高槻といった磁器製品の断片や分布状況から振動由来の儀礼である可能性が浮上。しかしながらこれらの無機物の痕跡も徹底的に破壊されているため、現状の推測、並びに復元は困難。特筆すべき点として、皿などの容器の大部分は現代のものであるが、一部巣液、弾き片が混入していた。検視結果、被害者は脚部から胴体にかけて直径約 6mm の一つ痕が15箇所確認されており、そのいずれも肉体を貫通していることから、直径 6mm、長さ 50cm から 60cm 前後の棒状のもので複数回一つされたことが示唆されている。しかしながら直接の死因ではなく、呼吸器内部にまで熱傷が確認されていることから上気道型気道熱傷と肺実質型気道熱傷による窒息が主な要因と推測。加えて咽頭から呼吸器にかけて約 1400g もの大量の火山灰が検出し、分析の結果、春菜さん2つだけ渋川火山灰、FA であると判明した。またボディウェアラブルカメラの映像は完全に破壊され現在復元の目処は立っていませんが音声記録は7割程度復元に成功しており、その結果第三者の存在が明らかになりました。以下は復元した内容のうち、本案件と関連が疑われる箇所の音声記録の書き起こしです。現在1時40分、異常なし。今より現場を周回をしたら休憩室にて20分休憩します。これ以降17分間は特筆すべき記録はなし。午前1時57分頃、複数の屋外用赤外線センサーと開閉センサーが反応した警報音が鳴る。現時刻1時58分、侵入者とおぼしき反応を検知、確認次第報告します。約1分10秒、足音と息遣いのみ。あれ、誰もいな。なんだこれ、現在2時ちょうど、目の前に祭壇、というか神社のお供え物みたいなものがあって、その他には足跡が散乱して地面がぐちゃぐちゃになって、普通の神社とかで見れるお供え物がある感じですね。これより本部に連絡した後、近くの警察へ通報し誰だ。あんた？突如、男性と思わしき笑い声が響き渡る。お口にこんな、おい、止まれ。止まりやがれ、なんだてめえら。くそ、おい、手に持ってんのなんだよ。捨てろ、掴んでくんな、離れろよ。鈍い衝突音と怒号、複数回の一つ音。来るな来るなやめろ、これ以降、音声が断続的になる。これらの情報と警察署内部の記録から、本現象は人為的に起こされたものである可能性が浮上しており、周辺地域におけるさらなる不審人物の情報収集が行われています。追記、2019年8月現在、高崎市内において類似の不審死が確認されているだけでも計12件発生していることが判明しました。これらの事例は先行例と違い肺の熱傷や衣服と身体の著しく相反する損傷の際は見られないものの、いずれの被害者も脚部から胴部にかけての一つ痕、呼吸器に火山灰が詰め込まれていること、加えて被害者の年齢性別職業等の関連性が薄いことから、何らかの異常、もしくはそれを模倣している集団によって引き起こされた可能性が浮上しました。急速な増加率と人口密集地での被害の拡大の防止等の視点から、本案件を超常現象の調査、並びに収容チームの出動を要請しています。演技式、神明式、立田風神祭のりとから抜粋。我が前に祀らむ平白は、お服は名名、小名、和名、公名、五式のもの、盾、矛、大間に五歳増えて、品々の平白備えて、我が宮は朝日の日向かうところ、夕日の日隠るところの、立田の盾の斧に、我が宮は定め祭りて、我が前を称え家派ならば、天の下の公民の作る作り物は、五つの国を始めて、草の片葉に至るまで、なし幸はえ盾祭らむと、里氏祭り木。青木のりもと、のりと善良家尺より引用。つまり、これら記事が出録された8世紀前半の人々は墓、古墳は、磯、神祖と呼ばれる人物の遺体を収めていると考えていた。言い換えれば、古墳の死者、遺体は、とうつ親と呼ばれていたのである。居住地、村を起こし、田畑を切り開き、地域の基礎を築いた祖先が祖、遠祖、とうつとや、と呼ばれていた。笹を守る、2016、歴史文化ライブラリー417、神と死者の考古学、古代の祭りと信仰吉川公文館、より抜粋。やっと会えたね。この前のモーノ君って人の写真のことだけど、少しいいかな？
写真見たんだけど、あれ多分だけど埴輪を真似て描いたんじゃないかな。そうそう、前方後円墳の高崎市だと綿貫観音山古墳や穂渡田古墳群のが上野の里博物館で展示されてるのが有名よね。群馬埴輪ワングランプリが前にあったし、って話に戻るんだけども、このサイトを見てみて。どの埴輪も笑ってんじゃん。考古専攻以外には馴染みがないかもだけど、これって厳密にはただ笑ってんじゃないのよ。この写真見たく笑っている埴輪ってのは極めて少なくて、それこそ全体の 0.01% くらいで東日本でよく見られるのよ。ほら、通常の埴輪は無表情だったり口を曲げたり、威圧するような造形してんのよ。他にも身分の低い人の埴輪がやってるとか石で歯を表してるとか特徴はあるんだけど、重要なところだけ伝えるとね、この埴輪は楽しいから笑ってんじゃないの。日本猿とかでの研究があるんだけど、こういった動物って純粋に楽しいから笑うことと相手が自分より強かった場合にする、譲渡とか威嚇の意味合いを持つ笑い、まあ簡単に言えば歯を剥き出してする笑いがあるのよ。ほら嘲笑、とか笑い飛ばす、って言葉もあるし、熱田の栄養度信じみたく呪術的にも扱われる、多面的な行為が笑うってことなのよ。食話の話に戻るけど、この笑う埴輪ってのは大雑把に言っちゃえば石室とか継承埴輪群とか神聖な場所を背にして笑ってる顔を外に向けて配置がされてるんだけど、これは外からやってきた邪悪な存在から埋葬された人と古墳を守る意味合いがあるからと言われてるんだよ。ほら写真だと盾持ってんじゃん。これは包装紙と同じ意味があるんだよ。ごめん、包装紙ってのを説明をしないとだね。中国の前漢の頃の修礼って文献に書かれてる儀礼の一つで、亡くなった人の棺を先導して、槍とか矛とか盾でお墓の墨をついて血味毛量とかを払うのが目的で、日本だと黄金四目の仮面と黒い衣と赤い毛を身につけ、右手に矛と左手に盾を持って悪鬼の類を追い出す儀礼とされてて、葬式以外にも宮中で旧暦の大晦日に行われる追儺、とか、大儺として伝わってるよ。で、この包装紙が古墳時代の埴輪にも見られて、ほら、この記事も見てみて。3世紀前半頃の奈良県の牧向遺跡では井戸から木製仮面とか盾が発見されてたりもするし、古墳時代全体にこの思想は受け継がれてるって話。つまりさ、盾を持っている埴輪に代表される人物埴輪には同じような思想が用いられてて写真も同じ理由で選んだんじゃないかな。って。でもさ、こんなので意味あるんかねって。いやいや、本当に呪術的に役立つ、みたいな非現実的な話じゃなくてさ、雑じゃん、みたいな。さ、特に群馬県の埴輪だと化粧とかフェイスペイントが紅とかで表現されてるんだけど、巫女とか武人とか祭祀に関わる人の埴輪なら特に。これさ、単純に紙にパパッと書いただけじゃん。あと、服も白いけど洋服だし。何かやっつけ仕事っぽくて爪が甘い感じがね、気になって。まあさ、詳しいことは本人に聞いてみたらいいんじゃないかな？今さっき食堂でご飯食べてたから今から行けばまだいると思うよ。え？いや、彼8月中もずっと研究室にいたよ。何か大きな間違いをやったとかで何か切羽詰まってる感じで、自分の研究の範囲以外にももっと調べたいことがあるって。考古学以外の、例えば民族学とか宗教学の教授とも会ってるみたいだよ。え？グループライン、あの写真は見たことないけど。車くんたちはって、モーノくんと一緒の実習先の。さあ、私は少なくとも学校じゃ見かけてないけどね。くしとげ、日本書紀には、その起源をスサノオが高間ヶ原においてアマテラスの田を妬んでこれを行ったと記しているが、その目的は収穫時に他人の田畑に自分の土地であることを示す杭を立てて応用すること、とする他に、他人の田畑に呪いを込めた櫛を刺すことでその所有者に害を及ぼす、または近寄れないようにした上で応用する。という呪詛説、田の中に多くの櫛を隠し立てて所有者の足を傷つける障害説、家畜に櫛を刺して殺す家畜殺傷説の3説がある。和道2年10月騎士、もしかの糞尿、暴きホラルルは、従ってすなわち海を収めて表し捨てし無ることなかれ。あまねく催涙を加え、持って有根を慰めよ。